はい、どうも、こんにちは。のぼるです。今日もカービィの続きやっていきます。次はここか。そうか。ワールドに行った時点でここが新しく解放されるんだっけ。長っ。え？もう最後じゃないこれ。レッドガル禁足師。なんミッドガルみたいな。ちょうど最近 FF7 の話を見てたからというか、ちょっとやってたから、ミッドガル思い出した。新たなエリアを発見しました。連れ去られたエフリンはきっとこの先無事でいてね、エフリン。長えな、これ。パート3回ぐらいに分けないと終わんないんじゃないか。熱々の禁足地。ちょうどいいね、このなんか。カービィ、今新しく、なんだっけ、ハンマーの最終進化ゲットしたところだったから、なんか似合うわ。ちょっと今回はカービィというか、ハンマーの最終進化使っていきたいんだけど、どうだろうかな。できるかな。すげえ、めっちゃ人工物いっぱいあるんだけど。うわ、でもなんか、やっぱすごいな、この今回のディスカバリーの世界観。人工物と、うわーすげえ、マリオの最終マップってやっぱこんな感じだよね。8面。怖い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 。え、結構なんかもはや見逃してそうなんだけど。そんなことはない。あ、落ちる落ちる落ちる。そんなことはなさそうだな、さすがに。なんだこれ。すげえ、あれ、あそこ思い出すんだけど、ゼルダの。行って。え、強っ。つんよ。ゼルダのあれ思い出す？なんだっけ？思い出せない。なんだったっけ？あれ。ゼルダの、Wii のゼルダ。なんだったっけ？スカオか。スカオにこういうステージあってね。なんか火の神殿があるところ。こんな感じだった。懐かしい。懐かしいって言ってもまだ1年。あ、でももう1年前か。そうだよ。おお、なんて、グラグラ火山じゃん。これ、わっちょわっちょちょちょ、それ壊したい。壊したいって。え、意外とまだ、意外と猶予はあるっぽい。危ねえ。グラグラ火山だった。あ、痛い。あー、違う。あー、いいのか。別に。今回のカービィは能力を新しく吸っちゃったところで。あー、待って。これもグラグラ火山。待って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 、間に合え。危ねえ。何これ、カプセルか。なら、まあ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 、見逃しても最悪。よかったっちゃよかったけど、ちゃんと取れたからよかった。これ何？チェックポイント。見張り。あ、こいつも見張りだ。こいつも倒そう。ちょっと待って。暑いな、今日。あー、倒せない。邪魔じゃ。おう。最悪。食ってやる。じゃあ誰使おう。じゃあニードルでも使うか。よいしょ。ニードルもでも最終進化させれたんだっけ、これ。なんで？なんで？ね、待って待って待って。危ない。何これ。あー、3つあるんだ、ここに。すごいな。ちょ、グラグラ火山すぎる。あまりにも。あまりにもグラグラ火山。ちょ、待って、これ絶対ここにあるでしょ。危ねえ。ギリギリだ。暑い、今日。めっちゃ暑い。あー、BGM がかっこいい。ちょかちょかちょんちょん。ちょかちょかちょ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 ん。わかんない。アレンジが効きすぎてる。暑い、燃えるんだ、それ。ちょんちょかちょん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 。こいつも一旦無視。チュンチュクチュン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 チ
こういうコイン、コインをさ、めっちゃ後ろの方に置いて、なんか押し出してめっちゃコインゲットするみたいな、なんかすごい日本語下手ステージあるよね。ステージなんかそういうゲーセンの台あるよね。なんす痛い。お前に変えるわ、せっかくなら。ペンシルベース、あーでもペンシル、ん、いや使えるんじゃないか。あーちょうどいいじゃん。それ何、あーそんな大したことじゃないんだ。マグマに当たるってすごいことだけど、カービィ意外とタフなのね。あーワニャワニャ言ってる。なんでニードル、え、そのニードル積まない、も戻れなくなるよね。あニードルじゃなかった、ペンシルベースだった。あんで、オッケー、そんでオッケー。あ硬っ、硬いわお前。左に行けと指示が出ている。なんでそんなことならない、普通。痛い、死ぬ、むずいな。よいしょ、あー人参、おいちー、はい、コインとコインとコインかい、全部これ左、あー何これ、どうやっていくんだ、え、どうやっていくの、ん、待って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 、どうやっていくんだあれ、気になる。こっちなんかあるでしょ、
やっぱりなんかあった。何これ何これ何これ。ん？あ、スリープか。何？なんかヘルメットみたいな置いてあるかと思った。OK。なるほどね。あ、よかった。ならなくて。回復するためになっとこうかと思ったけど。スリープに。まあでも、一応なっても間に合うはするんだったっけ。ワニャワニャ言ってるでしょ、これ。あ、ワニャワニャ言ってない。なんだよ。まあいいや。いっと。ちゃんと当たり判定あんのかよ、そんなの。それ別になくていいよ、判定。うわー、なんかすごい、そんなに。やばい、死ぬ、死ぬ、死ぬ。痛い。危ない。はい。避けまして。ちょ、待って、あいつ倒したいな。いなくなってる。落ちたのか。マジか。これしかもなんか爆発するまで結構時間がある。かかるんだ。おら！はい、あ、行って。ちょいちょいちょい。えい、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 えい。オッケー。ここ上も登れそうだけど、どっちが正解だ？多分。こっちは何？こっちなんだ。ちゃかちゃかちゃ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 ん。あ、待って待って待って。絶対やばい、絶対やばい。早く行かないと。え、何これ？あ、何？こっちセキュルト？マジかよ。戻りたい、じゃあ。戻らせて、オッケー。あっちがセキュルトっぽいから、こっち行こう。こっちなんか、あ、こっちが正規ルートかと思っちゃったわ。そんなわけないか、さすがに。こんな分かりにくいルートないよね。じゃあこっち行って、ちゃんと戻れそうだったしね、これ。戻れそうっていうか、戻った後にまた行けそうな状態にはしてくれてるっぽいから。よし。えい。危ねえ。で、ここがせ、正なのか？違うな。向こうが正だけど、こっちもなんかあるな。これなんだ？お？なんだこれ。なるほど。それはまず、あ、ちょちょちょ。こっちから行って。これは騙されない。俺こっちが先だと思うわ。オッケー。で？あ、でも意外と時間ある。余裕じゃん。こうして、オムライス取って。食って。無視して。ちょいちょいちょい、それやめて。それやめて。ちょ、取って取って取って。危ねえ。で、ワニャワニャ言う？ワニャワニャ言う？あ、ワニャワニャ言ってるね。なんか、あるぞ。水風船の頬張りが見えた。いや、あるね、やっぱり。水風船の頬張りはこれなんだ？何に使えるんだ？マドリで今のところ見逃しはなさそう。これ何？怪しいね。ちゃんと目ざとくいくよ。オッケー。頬張って。いやー、この頬張りマジかわいい。これのキーホルダーとか欲しい。鍵につけたい。あ、これは、多分溶かせるんだろうけど、これ溶かすっていうか、冷やした方がいいのか、このマグマは。冷やさないんでいいのか、わかんねえな。一応、消化していくか。おれ。お、あー、あるわ。じゃあ、頬張っていいわ。呼吸し直して、お水。全部消していこっかな、一応。なんか、隠れてたら嫌だし。ん？何？時間制限的なもんか。カービィと隕石って言ったら、エアライド思い出すよね。隕石が降ってきた、とか言ってさ。いたいたいた。は？嘘でしょ？あー、え？無理じゃん、こんなの。うわー、ちょ、待って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 。これ。え？もういけないの？だるい。マジかよ。なんだお前、なんかボスみたいな感じで突っ立ってんだお前。くっそ。見えてんのにいけないの、悔しい。てか、BGM がめちゃめちゃかっこよかったな。あん。てか、今回のカービィさ、火山弾に水をかけて7個壊す。あ、壊せるんだ。謎の渦の中で発見した、ん？謎の渦の中で身につけた頬張り変形、新世界で発見した、こんな三角頬張れば、どんがりボディに大変形、大地やパイプの亀裂めがけてどんがりヘッドで打ち砕こう。何これ、赤じゃん。敵を丸飲みする食いしん坊のガブルネーク。離れた場所からも間合いを詰めてきてガブッとかぶりつく。
とても一口では飲み込めなさそうな大きなものも柔軟に伸びる体でゴクンと飲み込んじゃう恐ろしい敵。ちゃんとヘビっぽいところも表現してる。クイ誰が欲しい、何これ。カーショップの看板。あ、カーショップの看板なのこれ。オラインコーポレーションが経営する車を扱うお店を、オラインオートカスタム。オラインは車に限らず様々な工業製品や建設業も行う。ビルや道路、さらに遊園地の乗り物もホライン製らしい。関係してくんのかな、ストーリーに。なんか関係してきそうな気もするけど、どうなんだろう。これってか誰が待ってんだ、ボス誰なの。エフィリン、烈火の行く道、かっこよ。これ結構さ、ちゃんとワドリで集めないと足りなくなるんじゃない。これいけるかな、2パートで。うお、 BGM がこんなんだったっけ。烈火の行く道、さあ出会ったコピー能力を使っていこう。捨てます。パッターか、いいね。パッター好きだよ。パッターでいこう。パッターもね、最終進化したからね。よいしょ。これちなみにカッター、あー、なんもないか。痛えよ。オッケーオッケーオッケー。敵の守るお肉をいただく。おーおーおーおおお。これ一応さ、あれなのかな、なんだっけ、何を落とした。あー、そうだ、回避できるのかな、これで。こうやって、あー、できるんだ。へえ、なるほどね。ワニャワニャ言ってるな、どっかで。上か、どこだどこだ、下か、逆に違うな。どこでワニャワニャ言ってるんだ、お前。なんだっけ、ハブネイクみたいな名前のやつ。あ、ここか。これ何ん、これあれだな、裏手が入れそう。ここから入れる、違う、なんだこれ。え、どうすればいいんだ。ん、裏になんか道があるけど、え、まだ今はいけないのか。こっちから入る道もないな。なんだろう、どうやって行くんだろう。一旦無視するか、一旦無視してみるか。え、どうすればいいんだろう。ちょっと待って、気になる。こっち何、これ何、なんか下も道あるけど、なんだこれ。上も道あると。え、ちょっと分岐ルート多すぎない。あー、ここだ、絶対ここだ、 100% これだわ。あ、なるほどね。おー、オッケー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 。さすがにここだったね。いけたいけた。やっぱまだいけないっていう判断で正しかったわ。で、あの下の道はなんだ。あ、落ちても一応いけますよ的な、そういうこと。あぶない。クラッシュだ。クラッシュのさ、そういえば、なんだっけ、パワーアップ、まだ取れてなかったよね、確か。どっかに置いてきちゃったんだよね。おれ！え、一撃じゃないって、マジ。怒っちゃった。お？マジ？あ、間違えた、飲んじゃった。はい。あー、吸えなかったし。なに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 、なに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 、疲れてんじゃねえよ。スライディングではダメージ与えないと。めっちゃ出るでしょ。よいしょー。オッケー。ロストもらおう。これもでもレベル3にはなってないのか。え？下まだやってないって。なんか下にも道あったってば。ん？違う、これさっきの道か。あ、そうか。来た道だわ。じゃあいいんだ。チュクチュクチュン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 。あー、でもなんかあるわ、やっぱり。これ何？この道はやっぱ見てないよね。あぶねー。ちゃんとカプセルも取り逃したくないからね。これ、敵の守るチキン？あー、やった。オッケーオッケーオッケー。これでいける。はい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 。よし、次。ラスボス誰だろうな。エフィリンかな、やっぱり。なんかカービィの味方って基本、裏切るみたいな。どっかで見たよ。あー、ハンバーグ。これ、これさ、え？溶かせねえのかい。
溶かせるっていうか消化できんのかい。これはじゃあどうすりゃいいんだろうか。よいしょ。何これどうすればいいの。よいしょ。これはまあとりあえずカービィの特権飛ぶ。ん？これなんだ。こっち行けばいいのか。いやカメラワーク的にこんなとこ行ったら死にそうな。バイバイ。何これ、しかもめっちゃダメージ食らうじゃん。え、何これどうすりゃいいんだ。あマジかお前、すごいアイス、すげえ。そんなことできたんかお前。これ消化すると何が起きる、落ちる下に地面。え消化したからなんだ。あーなるほどね、壊せるんだ。それで入れると。オッケー、よかった。なるほどね、だからアイスが置いてあるんだ。これでももうアイスのお役目終了じゃない。いやまだ続くな。こっちも行けるわ。ここは完全アイスステージだ。危ない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 。あー死ぬ。あ壊れちゃった。アイス待って、アイス拾いに行こう。あーいたわ、ちょうどいいところにアイスが。なんでやねん、いけんのかい。花咲かせたい、コインは1枚でも多く。まあでも釣りとかいう最強の金策が手に入ったからもう一生あれやってればいいんだけど。マジであれ楽しい。この前の実況の後ずっとやってた、あれマジで。あれめっちゃ楽しいんだよ。お？これは壊したらやばそうだな。これは壊したら戻ってこれない。あええ、ダメじゃんこれ、戻れないじゃん。これ多分ダメージ食らうよねやっぱり。え終わりこれ。え嘘でしょ、そんなことある。うわー、マドリディ1匹取り逃したあれ。うわーマジかよ。えしかも、えマジでか。こいつこれ何、しかも降りればいいのか。なるほどね、もうだってこれだよね。ポーンがくそ。1ミスでおしまいとかそんなバカな。くそ、あレンジャーにしよっぺ。ここはもうさすがにレンジャーで行けっていうステージでしょ、やっぱり。もう明らかにレンジャーで行ってくださいだねこれ。なんかでも全部落としちゃ実はダメですよみたいなこともありそうな気がするな。あ頬張りが来た、ここで。なんだこれ、なんて書いてあるんだ、わかんねえな。なんて読むんだろうあれ。うれじゃまじゃ、風送って。おーなるほど、待って、あっち行った方が良かったじゃん絶対。絶対こっち行ったらなんかあるでしょ。え何、あずっと回転し続けんの。じゃあ別にどっちが正規ルートとかもないんだ、どっちも行けるんだ。ここも回転するんだ、じゃあもしかして。邪魔だよお前。はいはい、会いたい。はい、それ何その奥ん、違う、どこが正解だ。なんで死ぬ死ぬ。えもう落ちれないじゃん。こっちは何、こっちなんだ。何これ、あーなるほど。なんでマグマの上に船があるんだよ、ありえねえだろ。こっちがじゃあなんか、あ危ねえ、あっ一応死なないんだ落ちても。トゥッドゥル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 ッドゥッとはなんないんだ。落ちただけではギリギリならないようになってるっていう考え方でいいのか。落として、はい起動して、なんだなんだそれ。あーなるほど、
で起動しとかないと。うわー美味しい、ありがてー。はい、着地しっかり、着地しっかり。危ねー。トップターボ、トップターボ、トップターボ、オッケーで、ジャンプして降りて、ワニャワニャ行ってるから助けて。すごいな、改めて頬張り変形って。えげつない格好してるやん。はい、また乗って、トップターボ、トップターボ。え？あー、違う。こうだ。で、こうして、コインもゲットしつつ、俺は絶対ここで降りない。絶対にね、奥、裏になんかあるから。100% 裏になんかあるよ、こんなの。ないわけがない。こうすると、やっぱりね、すべての風車スイッチを回す。よし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 、これでクリアか。やばい、目がおかしくなりそう、赤すぎて。飛んでくれ飛んでくれ、オッケー。マジで真っ赤すぎて目がえぐい。ちょっと回復、目を回復させよう。遠くを見て、すごいね、あの世界が緑色に見える。今なんかあるじゃん、ずっと赤いもの見てるとさ、周りが緑色に見えちゃうやつ。あれが起きてる今。すっごいね、目に悪い気がする。なんだこれ、頬張り。謎の渦の中で発見した、身につけた頬張り変形。新世界で発見したマイルドームをパクッと頬張ればまん丸ボディで包み込む。こう包んでキュキュッとひねってひねってポンと開ければ、はい、アイテムだ。あれもう本当にアイテムのためだけにあるもんね、あの頬張り変形。お、階段、階段は何も頬張り言ってくれないんだ。頬張り変形してる階段だとなんかあるのかな、あの説明が。一旦3ステージにしとくか。この次のところで一旦今日は終わりかな。あれでもまだあと2ステージあんな。っていうかボス合わせたら3ステージ。しかもこんなにミニゲームもいっぱい出て。ミニゲームちょっと裏でやろっかな。資源エネルギープラント、なんだここ。なんかすごい実験が昔行われてたのかな。この始まりのここめっちゃ好き。こういうこのなんか不思議な世界観。でも昔の人間が作ったであろうこういう施設を使ってるんだね、ビースト軍団は。え、ボス戦？何この白なせみたいな BGM。 何？怖っ。これあれじゃん、スターウォーズじゃん。あーやばい、危ねえ危ねえ。あー、コイン取りたい、コイン取りたい。うん、こうしゃぶしゃし。よし、次はお前らだ。痛い。あ、回復してくればよかった。さあ、どうしたもんかね。これ上、カービィなら本来上に乗れるんだけどな。危ね。何？なんもないのか。なんでこの青く光ってんだ。いける。燃やせ。BGM かっこよ。なんかハンマー毎回いるな。寝ててもやるよ。寝てようが何しようがやるよ。眠気覚まし。よく俺が眠いと見抜いたな。その通りだ。来いよ。相手になる。何？何？あ、死にはしないんだ。そんなバカな。負けるんかよ、突進。くそ。死にかけすぎる。あまりに自利品だ。うわー、キノコファクトリーみたい。誰がわかるんだよ。キノコファクトリーって言ってパッと出てきた君は、相当 Wii のマリオカートをやっていた。Wii のマリオカート面白いんだよね。最近またやってるんだけどさ。あれも実況しようかな。あ、でもなー、オンラインがなー、オンラインって一応あるんだっけ？存在はしてるんだよね。なんかチートなのかなあれって。わかんないんだけど、よく。どうやってやればやるんだろう、オンライン。普通に、まだ、あれなのかな、サービスしてんのかな。そういうわけではないよね、きっと。
まだ動画出してる人がいるから、Wii のマリオカートをやれるっちゃやれるんだろうけど。けど、上手い人、あ、もう一個逃してるし。上手い人しかいないんだろうな。もうね、小学校、昔やってた時は小学生だったと思うんだけど、その頃の方が絶対上手かったもんね。いや、どうなんだろう。さすがに今の方が上手いかな。はい。待って。危ない。カビ、頑張れ。走れ。オッケー、危ねえ。何これ。痛い。え？どうやっていくのこれ。上乗ればいいの？何これ。こっちからか？あー、なるほど。そういうことか。なんだ。そりゃ無理だよね。さっきから体力がな、限界すぎる。あー、コイン取りたい。危ねえ。哺乳瓶。バブー。なんでバブーって言った？哺乳瓶を見たから、バブーって言ったんだよね。何自己完結してんの？何これ。ファイヤーを使うってことだな。あー、なるほど。起動して、スイッチも押しつつ。お？なんだこれ。あー、なるほど。理解したのが遅すぎた。ちょっと待てよ。え、むずくね？はい、これ、いいこと考えましたって言おうと思ったら、これ、どう頑張ってもあれだな。一回通り、ん？むずくね？これマジで。この状態で避けながら、避けながら、こっちで避けれる？避けれない。え？こうか、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 こうか。で、吐き出して、むずい、むずい、むずい。あ、あ、ミスった、ミスった、ミスった。危ない。オッケー。はい、オッケー。危ねえ。で、ワニャワニャ。ワニャ言ってるわ。コインも回収しつつ。イエーイ、ワトリでいけっちゅう。じゃあ、マジでこのステージ目がおかしくなりそう。真っ赤すぎて。ここはまだマシだけど。で、さっきのところに戻ってきたから、こっちが正規ルートですので、こっちに行ってくださいというわけですね。なーに？なに君？ちょっと、うわ、トルネードで行くべきだった。いや、でも、言うて、言うて、言うてだよ、言うて。ちょ、待って、なんかあるって絶対。やっぱり、コーヒーで眠気覚まし。なんかありそう、なんかありそう。なんか壊れたらなんかあるでしょ、絶対。え、ちょっとギリギリ行きたいな、これ。ちょっと、スレスレで、スレスレで行こう。うわ、スレスレで行くべきじゃない。ああ嘘でしょ？マジかよ。おろろろろ。おばあちゃんが言ってた。頬張り変形の缶はもったいぶるんじゃないわよって。だから俺はもったいぶらない。おーら。おっきょ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 。おーし。まあこいつさえ逃さなければまあ最悪いいわ。おっきょきょきょ。で？これは？あーなるほど。で、回復もしつつ。これマジでこの頬張り変形強すぎる。回復もできて攻撃も強くて言うことなしじゃん。こんなの実装していいの本当に。まあ相手がコンピューターだからいいんだけどさ。何これ、何これ、ん？あ、そういうことか。なるほどね。おお、待て、どっちだ。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。そもそも死んだ。え、どれ頬張ればいいんだろう。とりあえず空き缶いっぱい置いとくか。 OK、 回復しつつ吐き出して、俺はこっちこっち行く。あー違う、ちゃんと書いてあるわ。なんまにゃい。 OK。 あ、終わり。あー、しかもここで破壊するとワニャワニャの前にワニャワニャがいると。マジか。なんだ。どっちか好きな方を選んで、運ゲーとかではなく、ちゃんと、今を埋めれるやつを選んでくださいってことなのね。オッケー。クリア。マジで目おかしくなりそう。バーン。というわけで今日はここまでかな。あとは制御室。
それがあれかな、ステージというか最初のマドリティがいる場所なのかな。咲かせた花、カッターだ。ブンブン投げるよ刃のブーメラン、投げては戻ってアイテムゲットだ。ボタン長押しチャージで止まるよ。止まって溜まって威力もアップだ。ちゅうわけで30分ぐらい経ったかな。昨日っていうかこの前の動画40分ぐらいになっちゃってたからね、ちょっと短めに行きたいというわけでここで終わろう。幹部招集、幹部昇進、支部長就任、いい感じじゃんこれ。これも伝わらないだろうな。あれもは多分ボスラッシュかな、1ステージ。ここちょっとハンマー扱っていきたいね。まあ、また今度です。というわけで、一旦今日はここでお別れです。さよなら。